市原湖畔美術館で現在開催中の企画展ロマネコンティピクニック、言わずと知れた高級ワインロマネコンティにまつわる物語。作家のイート&アート太郎さんがアーティストを目指すきっかけとこれまでの軌跡を歩んでいます。さて、その企画展の開催中、毎週末にはピクニックが行われるということです。こちらはピクニックについて真剣に研究を重ねるピクニックラボです。その壁一面にバーッと並んでいるもの、こちらは皆さんからのピクニックに対する自由なアイディアを募るところです。こちらに置いてある様々な色紙、こちらに皆さんが思い浮かべる理想のピクニック、またはピクニックのアイディアを書いて後ろに貼っていくわけです。色紙の後ろには番号が振ってあります。その番号と同じ番号の付箋を探してそこに貼っていくと、出来上がりには一枚の大きな絵が出来上がるそうです。私も一枚ピクニックのアイディア書いてみました。湖畔沿いということで、鴨橋からダイビング、バンジージャンプですね、バンジーピクニックというタイトルをつけました。海、湖に飛び込んでからピクニックゾーンまで泳いで行ってピクニックということですね。スリル満点のピクニックです。これが22の日ということなので、こちらに貼っていきたいと思います。よいしょ、ピタ。さあ、まだアイディアはたくさん募集中です。一体どんな絵が出来上がるんですかね。すっかり春めいてきた市原の昼下がり、ピクニックをするために徐々に人が集まり始めました。このピクニック、頑張らない、とにかくゆるーく自由にやるというのが決まりだそうです。この美術館では毎週日曜日展示の期間中ですね、ピクニックを毎週やっていこうと思ってます。で、今日が第2回目のピクニックなんですが、ゴールデンウィークも含めてだいたい15、6回連続でピクニックをしようと思ってまして、毎週ピクニックをしていって、ここでの楽しいピクニックの仕方っていうのを考えようみたいな、蓄積していこうみたいなことをしています。で、房総のいろいろ面白い美味しいお店からテイクアウトしてこようということを毎週してます。で、先週は市原市の杉山ジャム工房さんというところがジャムとスコーンをいろいろ買ってきて食べたんですが、今週はですね、茂原にあるキュイッソンさん、ちょっと後ろにあの菜の花に囲まれて今日の写真が置いてあるんですけども、そのキュイッソンさんというすごい焼き菓子が美味しいお店からですね、キッシュとクロックムッシュと焼き菓子をいろいろ用意しました。で、まあ、一応2時半から4時半くらいで決めてますが、ピクニックはですね、だらだらと適当にやるのが大切ですので、まあ、ゆっくり食べていただいたりとかですね、ちょっとバドミントンの道具とかあったりしますので、よかったらバドミントンして遊んでいただいたり、コーヒー飲みたくなったらよかったらあちらでコーヒーとかも買えますので、ゆっくりだらだらとピクニックを楽しんでですね、こんなのあったらここでのピクニックもっと楽しそうなのになみたいなのをぜひありましたら教えていただけて、ここでのピクニックのいいやり方っていうのを考えていけたらと思ってます。絶好のピクニック日和の空の下、ゆるーくピクニックがスタートしました。さて、ピクニックの中心になっているのは美味しいお料理。毎週房総の食材を使った美味しいお料理がこのピクニックを彩ります。
企画展ロマネコンティピクニック、そして週末のピクニックを主催するイート&アート太郎さんです。こんにちは。はい、どうもこんにちは。いやー、見事なピクニック日和です。今日はいいですね。まだ寒いかなと思ったんですけど、まあちょっと体を動かすとちょうどいいくらいでした ね、はい、本当にまさにというような絶好の日和でしたね、はいはい。なぜこのピクニックをやってみようと思ったんですか？そうですね、この場所は、なんか東京からのアクセスの感じも美術館の前の芝生もとてもピクニックに向いてるなと思ってたんですよ。で、まあ、美術館っていう場所が作品を見るだけじゃなくて、はい、この場所の使い方として、ピクニックをみんながする場所になればいいなと思ってまして、はい、そういう意味でここでピクニックの練習といいますか、ピクニックの仕方をちょっとこの期間中やりながらですね、はい、考えていこうということをやろうと思ってます。はいはい、ピクニックという言葉、だいたいこうシートを広げてみんなで食事を囲んでっていうイメージがあるんですけれども、はい、ピクニックのコツというか決まりありますか？そうですね、多分コツはなんか頑張らないことですね。あんまりこう何時から頑張やろうみたいなのよりも、適当に集まって適当にみんな去っていくとか、食べ物もやっぱり美味しいものを食べたいんですが、でもなんかあんまりこう頑張りすぎないというか、こう例えばバーベキューとかキャンプじゃなくて、もうちょっと緩いものがピクニックだと思うので、緩くやるのが大事だと思います。前の日からこう準備をして何時に起きてとかっていうものではなく、もう自然に集まってみんなで楽しむもの、はい、なんかフラッとできるものだと思うし、まあ、美術館っていつもこの空いてる場所があるので、はい、フラッとするには最適だと思うので、はい、急に今日天気いいからやっちゃおうみたいな感じにできた方がきっと楽しいのかなって思います。そういった意味ではこの週末ピクニックもこう毎週末行われるということですけれども、はい、なんとなく今日天気から行ってみようかなって来た人でも参加できるような形になってるんですか？うん、そうですね、たまたま展示見に来た人が混じったりとか、今日天気から行っちゃおうみたいな感じで来てもらえると嬉しいですね。はい、お食事としては毎週この房総の食材を使った美味しいものを太郎さんがこうテイクアウトしてきて皆さんに振る舞うという形を取ってるそうですね。はい、そうですね。はい、僕が作ると僕が頑張っちゃうので、僕が頑張るんじゃなくて、こう房総の中で、美味しいものをですね、毎週いろんなお店を探してテイクアウトしてきてます。はい、今回は、ね、キッシュ、はい、焼き菓子などがありましたけれど、はい、毎週こちらも楽しみですね。そうですね、今週はすごいピクニックっぽくですね、キッシュとか、焼き菓子だったんですけども、まあいろんなもの、なんか日本のピクニックだと焼きそばとかも楽しいですし、なんかいろんなものを毎週テイクアウトしてきて、でそのテイクアウトしたお店、まあ、この美術館周辺でテイクアウトできるお店のデータというか情報も蓄積していけたらなと思っていて、それがここでこの後にピクニック開きたい人があそこで買ってきてやろうみたいなことができたら嬉しいなと思ってます。はい、このピクニックは期間中、ゴールデンウィーク過ぎてからもこう毎週末行われるということですけれども、はい、ラボの方ではピクニックのアイディアも募集されているということですが、はい、そのアイディアがこのピクニックに反映されるということもあるんですか？そうですね、僕も、まあ、今回2回目で、まだ房総でピクニックをまだ2回目なので、はい、こうどんどんここでの楽しいピクニックの方法っていうのが分かってきたりとか、面白いアイディアがあったらぜひ使ってですね、楽しいピクニックを開催していきたいと思ってます。そうですか。はい、また交流の輪も広がるっていうのがピクニックの良さですね。そうですね、まあ普通に展示見に来ただけではない、雰囲気が味わえると思うので、ぜひ日曜日この時間に来てもらってですね、展示と一緒にピクニック楽しんでもらえると、より展示も房総のことも楽しめると思います。はいはい、これからさらにいい季節になってきますからね、はい、たくさんの方に参加してほしいですね。はい、はい、ありがとうございました。さて、のんびりとピクニックを楽しみの最中ですが、いかがですか？ね、すごく面白いと思います。特にこの雰囲気、ね、景色とか場所が、場所が素敵、そうですか。そよ風も気持ちいいですね。そうですね、今日はね、お天気が良かったから良かったですよね。今日はおじさんのピクニックグッズも持ってこられていたみたいで。そう、おじさんのピクニックグッズ、違うか、ごじさんです。ちょっと隠し持ったアルコール類などもですね、こっそりと出していいですね。ねえ、アイスに今は手を出しているところですね。ちょっとね、食後モードに入ってますね。そうですか。
美味しかったです。でもね、そうですか、ね、キッシュとか、キッシュとか、ね、焼き菓子なんかも、ね、今日はどちらからいらっしゃるんですか、お二人は。今日は東京、東京です。東京、はい、あ、そうですか。市原にいらしたのはこれが初めてではないですか。初めてですよね。多分初めてですね。そうでしたか。お父さん、いいピクニックされてましたね。そうです。気持ちいいんで寝転がってみました。お子さんも、お子さんもこうお父さんにベタッと楽しそうにしてましたね。気持ちいいね。ねいかがですか。ね、天気が良くてすごい楽しいです。はい、はい、今日はどちらからいらっしゃるんですか。今日、まあ、千葉の方から。そうですか。お天気が最高のピクニック日和ですね。そうですね。あ、お子さんも楽しい。これが欲しい。はい、どうぞ。楽しかったね。うん、楽しかったみたいですね。いかがですか、ピクニックはのんびり過ごせてますか。あ、今日すごい天気がいいんで、はい、のんびりできてます。あの、どうですか、はい、いかがですか、お料理の方は。あ、すごい美味しかったです。またこの、ね、元で食べるといいですね。みんなで一緒に食べるのもね。そうですね、あの、天気もいいのですごい気持ちいいです、うん、ね、はい、春が来たって感じの天気ですね、今日は。なんかお花もすごい咲いてて、はい、もう春爛漫って感じですね。今日はどちらからいらしたんですか。今日はあの千葉県内なんですけど、はい、房総の春を満喫できる一日になりそうですね、はい、満喫できていると思います、ね、はい、ピクニックは主催者が労働してはいけません。基本的に食べ物はみんなで持ち寄りということなので、今回はこちら、茂原にあるキュイッシュさんというお店のキッシュと焼き菓子などがテイクアウトされています。ちょっと皆さんどんなものを食べているのか、いただきます。うん、おいしい。とろっとろの生地とベーコンの香り、そしてバターがふわーっと香りますね。でまたみんなで青空の下で食べるとなおさら美味しいんですよね。さてスタッフの皆さんも一緒にピクニックを楽しんでいるところですけれども、はい、この週末ピクニック、毎週末開催ということですけれども、はい、いつまで行われるものですか。はい、5月31日の、会期中毎週日曜日に開催されます。はいはい、時間は何時からでしょう。はい、2時半から、だいたい4時半ぐらいまで。あの、特に、はい、あの、この時間で終わりっていうのはないんですけど、はい、そのぐらいを目安にやっています。はい、来れる時に来て楽しむだけ楽しんで自由に帰るという感じですね。はい、それで大丈夫です。はい、2時から4時頃までというとちょうどダラダラしたくなる時間帯ですね。はい、ぜひあのゆっくりしてってください。はい、この大きなシートの上でみんなでのんびりしようというものなんですね。はい、そうです、その通りです。はい、参加したいという方は特に事前の申し込みなどは必要ないんですか。あ、していただくこともできますし、その場であの飛び入れで参加していただくこともできます。はい、ゴールデンウィークにもこちらでは別のイベントが行われるということですが、はい、ゴールデンウィークは毎日ピクニックしているのと並行して、はい、2日には手作りマーケットというものを開催して、あのこの芝生広場であのお店がいくつか並んで、はい、そこから作り手の方から直接あのお買い物できるようなイベントもやってますので、うーん、アーティストの皆さん、作家さんの皆さんと直接顔を合わせて作品を選んだり、ね、はい、買うことができるということで、はいはい、でゴールデンウィークの期間中2日から6日までですかね。そうです、はい、まあ、ピクニックも毎日行われるということで、はいはい、お天気がいいといいですね。はい、これからどんどん暖かくなってきますからね、皆さんで一緒にピクニックしていきたいです、はい、ぜひあの振るってご参加ください。はい、ありがとうございました。期間中5月31日まで毎週日曜日の午後に行われているピクニック、皆さんもゆるい時間を過ごしに来ませんか。今回の輝きの街市原情報局は市原湖畔美術館で行われている週末ピクニックの模様をお届けしました。